三角スタンドで秋冬のウェアを探しに行ってみよう。あ、かっこいいですね。これは尖りすぎとんぞ、これは。まあ、メリノウールとかよりも 30% 保有が高くて、はい、あ、そうかそうか、仕入れた瞬間のこのなんていうんですかね、気持ちよさ。あ、今ね結構冬用の帽子とかも揃ってきてますんでね、こういう帽子とかってあんま被られないですか、こう耳付きの帽子とか。 あんまり被らないです、なんか似合わないみたいな、似合わないっていうか、もうこれも食わず嫌いなんですけど、かぶらず嫌いなんですけど。ああ、そうなんですね。でもこのお帽子の時もなんかどうでした初め。いや、さ、ちょっとね、なんかこんな色の色はね、この色は思ってたけど、意外とっていう、意外とっていうのはね、かぶってみてからですね。そうですね、そうですね。いきなりその下止めまで行くんですね。そういうもんちゃうんですか。そういうモードもあるんですけど、そういうモードもあるんですけど、普段は多分こうせずに、上でちょっとパチッと止めておしゃれに。あ、こういうことか。はい。上りとか結構ね、暑くなるんで、いらないときは止めといてもらって。そうですね。こうやって。で、ちょっと休憩時とか稜線出たときだけ。あ、これちょっとこれ長くできますか、これは。はい、これ長くできない。長くできない。これできますか。できます、できます。かしこまって。急に買った、急になんか、買ったから長くできますかみたいな。はい、って言って。こうやった、でも、こういうことか。そうですね、それで、あ、こういうことか。伸ばしてもらって。で、これ伸ばした時にパタッと落とすと、こう耳のところがこう、わかりますか、ここメッシュ出てくるんですよ。ああ。ある程度、頭の群れは抜いてくれるっていう。ああ、なるほどね。これは、さっきよりちょっとゆっくりくる。北の国からいらっしゃいました。顔の太りが食い込んじゃってます。スピードスケートの選手みたいになってる。これはやばい、ね、でもこのモードにするのはそれこそ本当もう冬山の停滞時とかだけなんで、うん、あの雪の雪の、はい、あ、なるほどね、とかまあ普通にちょっと寒いなーっていう時にご飯食べる時だけ落とすとかなんで、あ、なるほどなるほど、普通に歩いてる時は上でパチッとしてかっこよくっていう、ね、もうそんなん言うてられん時ですね、もうかっこどうでも、もうそうです、そうです、もうかっこ、これこうか、止めなくてもいいですけどね、こう逆に止めなくてもいいんですか、こうパタッとしても、あ、これとこすごい、どうですか、あ、これやったらまだいいですね、カジュアルな感じですね、すごい、止めた瞬間急になんかおかしくなりますね、これおかしくはならないですけど、めっちゃおかしくなる、止めたら、あ、まあまあいいですよ、こういう感じですね、あ、そうですね、今だったか、最強のバージョンそれですね、なるほど、これね、ハロコモリスのちょっと値段がすごいちっちゃいんですけど、これですね、4,950円、あ、お安い、そうなんですよ、お安い、4,000円、これ安い、安いな、これ完全に6,600円コースやと思ったの。どういうコースなんですか、この6600円コースっていうの。安いですね、居酒屋のコースみたいな感じ。結構豪華なやつね。結構豪華なやつ、そう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 、色はこれだけですね、色はね、もう一つカーキもありますね、カーキ、はい、あ、こっちの方が似合いそうな感じが、色にもよるのか、うんうんうん、上に上げてる場合がすごいかっこいいですね、そうですね、顔が強調されるの、あ、上に上げてるバージョンいいですよね、これめっちゃ似合ってると思います、うん、もう下に下げてる時はもうどうでもいい時になって、かっこどうでもいいですよ、はい、息死にかかる、息死にかかる、ちょっとでも耳温めたら、あ、これやったらめっちゃいいですね、そうなんです、でちょっと、うん、ここをもう、うん、失礼しますね、うん、こうしてもらいたい、マイルストーンの方式、マイルストーン方式で、あ、ちょっと上げるだけまた雰囲気ちゃいます ね、あ、やっぱなんか青やったらピンとこんへんかったけど、この色やったらすごいいい感じですね、こういうオリーブ系のも好きなんですね、これ。あ、そうですね。なるほど。じゃあちょっとこれはちょっと買いますして。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで、そういう感じかな。ちょっとね、これがね、なんとかウール、なんとか逆ウール、逆ウール。あ、じゃあ、はい、ちょっと逆ウール。これもね、めっちゃ、はい、いいんです。ちょっと今回はちょっと、あれですね、ちょっと。やめてきますよ、これでもほんま、こういうウェア、ちょっと今ウェアが渋滞中なんですけど、はいはい、こういう
なんだろう、アクティブインサレーション的なの持ってない方はすごいおすすめ。そうですね、まあ、新しい素材で、ああそうですよね、はい、それを試してみたいっていう気持ちもありますし、実際こう着てみると、はい、肌触りが結構良くて、ああベースの上から着てみる、そうですね、こういう方にはおすすめって感じですね。ああおすすめですね、保温性が高いので、ね、軽くてすごい、そうですね、ああそうかそうか、こんなに分厚くしなくてもあったかいっていうね、はい、すごいね、すごいよくお似合いで、どうしようかな、困らしちゃってね言わせたから、これのニュータイプが出たんですか、これのね、これ持ってますよ僕、はい、これのニュータイプ知ってますか、いや知らない知らない、じゃあそれ紹介します、ブリングのね、はい、はい、これなんですかね、これはもともとこっちのこのキラキラパッケージじゃなくて、はい、透明のパッケージで、はい、ワンダーウェアっていうので出してたんですけど、はい、今年ワンダーウェア1っていうのが出たんですよ、はい、何が1かっていう、値段もちゃいますね、あ、そうなんですよ、これ今まで、はい、ウエストのゴムはこういうウールとか入ってない素材だったんですけど、はい、今回のはウエストのゴムも柔らかくなりました、あ、なるほど、そうなんですよ、跡がつきにくい、そうですね、ちょっとこう肌弱い方とかは、まあ、ちょっと締め付け感が気になるなっていうお声もありましたし、あと長く履いてるとこっちの面は匂わないけどこっちはちょっと匂うよねっていう声もあったりして、そんな厳しいこと言う人がいるんですか、ね、ずっとずっとおったらね、やっぱ山にいたらそういう、そうなんです、まあ、2,3 日とかじゃなくてもっと長く使ったりしてるとそういうこともあるよねっていうのがあって、はい、でよりそういう方の意見も取り入れて柔らかいタイプができました、なるほどですね、はい、70対30の比率、比率は50、50と70、30で今までと一緒です、あ、そうですね、あ、ウール70にあれが30、ポリ30、ポリ30ですね、はい、でさらに今回のその新しいその1っていうシリーズが出るのにあたって、はい、このカラー前なかったんですよ、あ、これいいカラーですね、そうなんですよ、このカラーとかあと今後ピスタチオオレンジとかね、明るいカラーも増えます。あ、わかりました。ちょっとこれはあれですね。ちょっとまあなかなかいいお値なんですけど、ずっと山で履けるって考えてました。そうですね。より履き心地にこだわりたい方へ。あ、はい。わかりました。ありがとうございます。はい。この帽子が気になるということで。おめですね。アウトラストの帽子が。これね、もじゃくんがなんか全然ブレへんって言うから。そうなんですよ。すごいなんか興味深く。まあ、蒸れないというか熱くなりすぎないってところが、ああ熱くなりすぎない、はい、すごく良くて、なるほどね、なんかやっぱ熱くて脱いじゃうじゃないですか、はい、あでも青がしっくりきますか、青なんかでも青はなんかちょっと不思議なおじさん、不思議な不思議なおじさん、え赤はどんなおじさんになるんですか、これ赤です、赤のオレンジ、これオレンジは、オレンジはでもちょっと黄色もちょっとチャレンジ、黄色さっき全部チャレンジしたなってきますね、あ、こんだけ色が、ぜひぜひぜひ、豊富だったら黄色どうですか、黄色ね、あ、黄色はちょっとなんか頑張ってる感じ、頑張ってる感じでファッション頑張ってちょっと滑ってるおじさんみたいな、あ滑ってるのはちょっと良くないですね、大丈夫だ、滑ってないですか、滑ってはないと思うんですけど、もしご自身で怒ってるのであれば、ちょっと山で滑落っても良くないと思うんで、あ、はい、ちょっと縁起悪いんで滑るっていうか、違う色の方がいいかな、頭から滑る、頭から滑るはもう大事故でしょ、危ないじゃないですか、こういうね、意外とこういうのは、まあ、ああ、まあグレー、ああ、もう絶対持ってる、それはもうね、持ってる、見たことはあるっていう感じですよね、ああ、そうか、ぐらい馴染んでますね、ああ、そうですね、馴染んでる、難しいですね、帽子ね、帽子はね、でもオレンジかぶってみてください、オレンジ、ね、どうですか、あ、いいっすね、情熱の男みたいな、情熱の情熱感じるんじゃないですか、頭からこう かぶるとき、よしやるぞみたいな、アウトラストの意味ないやつ、なんか涼しくするの、ね、間違いないです、間違いないね、それこの被り方もいいですし、はい、これもう一折りしてあげて、はい、こうちょっとね、はい、ぴったりめに被ってあげてもすごいいいと思うんですよ、あ、いいっすね、これもいいっすよ、結構なんかね、これじゃあ顔は多分おそらく、はい、
顔が今太ってまん丸してるから、はい、縦出した方がいい、縦を出してこうバランスを取りたい。なるほどなるほどなるほど、高さを出してね、高さを出して、上級者ですね、上級者やね、こんな顔太ってるやつのこのせい顔丸顔丸顔太って、はいはいはい、伸びてきたから、そうだったらよかったんですね、勉強になりますね。そうですね、そうなりますね。でもちょっと失礼ですね、あのお顔が丸いんで勝手に伸ばします、凝ってらっしゃるんでここでやったらなんだ君は失礼だなそれはちょっともう今回だけにしといていただいて、自分で言う分には OK です、ね、はい、いやでもオレンジ結構いいんじゃないですか、いいっすね、うん、何でもありそう、緑とかだったら、ね、いやまあいいよ緑ちゃん、今日の格好にもね結構合ってますよね、合ってますね、信号カラーみたいになってますね、いいっすね、あ青黄色赤みたいな、ね、まあまあオレンジやけどオレンジで細かいな、そこは細かいな、緑と青一緒に言う人のやつ、まあ、まだギリギリ赤みたいな感じ、ギリギリね、あいいな、ちょっとクソって、そうでね、クソって買い物中にクソってことあるんですか、いやいや、やられたみたいな、いやいや、なんか嬉しいクソっすね、嬉しい買ってまうやないか、出会ってしまったっ、やってしまったやないかみたいな、あのアウトラストですね、これね、アウトラストはおすすめですね、ぜひ試してほしい、秋ぐらいの時期がいいですか、真冬やったらちょっとっていう感じですか、いやいや、もう冬も僕はもう、あ冬も使ってます、動き続ける時だったら全然いいと、レイヨン 40%、コットン 30%、はい、これなんですか、アクリル、アクリルですね、アクリルです、あアクリル、はい、30%、 もう山でガッツリ使いますから、すいません、これ買います、ああありがとうございます、まさかの追加でご購入、追加で悪魔の店ですね。そうです。あ、そうです。これなんて、これすごい。あ、これあのジマービルトってアメリカのブランドなんですけど、はい、のパイカパックっていうシリーズで、はい、もう僕すごい使っててもう大好きなんで直接メールしたんですよ。はい、そしたらもうアメリカにメールしたんですか。アメリカに英語で？英語でメールしたのはのマルちゃんなんですけど。すごいですね。熱意をちょっとね僕が伝えて。一応ショーロットも見て、そうです、やらせていただいて、はい、すごいですね、ちょっとじゃあ膨らませてみましょう、じゃあここでしか買えないみたいな、いやこれね実はね何店舗かあるんですよ、3店舗か、それ日本でるんでしょ、日本で、はい、そうなんですよ、ちょっとじゃあこの色はあんま見たことないですね、ちょっとお粗末な、これモジャクの色を使ってるんですか、はい、色はこれモジャクの一緒なんですか、あ色はね僕グレーなんでちょっと違うんですけど、これすごい色だなと思ってあのお願いしてみました、うん、オーダーもねいろいろできるんで、色何色とか、ちょっとこのあんこはだいぶお粗末なんでいい感じに添えてください、32、でもちょっとこうやったら4,50 はあるんちゃうんですか、50はないですかね、40いくんちゃうんですか、外メッシュ入れたらまあ40近くはなるかもしれないですけど、これ X パックですか、 X パックですね、じゃあ、 あの完全防水じゃないけど、だいたいあの撥水は結構強いのがついてて、縫い目に処理はされてないんで、中であのゴミ袋を入れて防水するかみたいな、まあ、これでもいいんですけど、最後上パッチしてもいいですね。あれね、こういうね軽量弱小前にね、すいません、ね、ベッドメイキングしてあげる必要があるんです。あ、しかもここマット入れないんですね。そうですね、マット入れて。まっすぐにして、どうぞ、スマート、なんかすっごい揺れる感じがあったんだ、出ますか、出ますね、まあこれもあのシンプルなんですけど、ちょっと後ろ向いていただいて、あ、それじゃ見えないですもんね、それあのね、ごめんなさい、一回じゃ取っていただいて、ここに、ここにバンジーコードみたいなのがこう入っていて、はい、これを例えばこういうところのパーツにこう通して、はい、こっち持ってきてここも通して、はい、でこういう風にやったりするとコンプレッションにしたりとか、あ、ちっちゃくなるんですか、荷物少ない時の押さえにしたりとか、外にもこういうパーツがあるんで、このゴム紐を取って外にこうつけてあげると、うん、よくあるあのウェアを押さえるような、ヘルメット、そうです、そうです、そういうのにも使えるっていう、
何より良くなってますね。そうですね、あとまあ何よりめちゃくちゃ背負いやすい。これは外付けでもマット入れるとマット入れてもいいですし、まあ、入れなくてもいいんですけど、うん、メッシュのなんかこうパネルとかをね、はいはい、入れてあげてもいいですし。これあれなんですか、ウエストベルトはないんですか。ウエストベルトはね、もともと標準装備はしてないんですけど、はい、後で付けることはできます。例えばちょっとタメーカーなんですけど、普通にここにこういうパーツがついてるんで、モンベルとかに売っているウエストベルトのパーツ売ってるんですよ。数百円とかで売ってるんで、それでこうパーツ通してあげて、こういうパーツ売ってます。こういうベルトパーツ、ベルトパーツ100円で売ってるんで、こういうの買ってカスタムしてもいいです。なるほどですね。これあれって浮いてますね。でも肩これ今重み乗ってないんですよ。ちょっとじゃあ重み乗せてみましょうか。背負うとこういう感じですね。あ、なるほどね。じゃあそれでいけるって感じですか。そうです、天白装備沿った時はちょうどここにこう重みがグッて乗って、こんな感じの背負い心地になります。こんなのこれですね。こんなのあります。こんなの売ってるんですね。こういう時に、はい、ケールでこれ出してるんですけど、はい、後付け用のベルトですね。ウエストベルト、ポーチもついて、でこれだったらここをさっきの、はい、この腰のベルトのとこに引っ掛けるだけなんですよ。よし、よっこらしちゃった。はい、でこれはちょっと一度取りますね。で、その反対側も同じようにここですね、このここにこのフックみたいなのをこうつける感じですね。あ、でもこれ普通のあれと変わらなくなりました。そうですね、腰がちょっと安定して、うんうんうん、あ、全然違う。はい、これ例えばもうちょっとウエストでこのベルト閉じたいって時は、ここ2段階でこう高さ変えて調整できるんですよ。ちょっと横向いてもらうと、ここ分かりますか、こっちでもできるんで、はいはい、これを上につけてあげるともうちょっと上の位置でウエストをつけることができます、ね。ああ、そうか、2つあるからね。はい、ここでしょ。さっき山の時からね言ってましたもんね、そのザック何でしたっけって言って、うん、そう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 、いや見たことないザックなんでね。はい、そうか。まあボトルホルダーとかここにつけたりとか、あ、できますね、こういう、まあ、カスタム自分でしたいなっていう方とかは、はい、こういう、まあ、遊びを残してくれてるんですよね。こういうゴムバンジ通すようなパーツつけてくれたりするんで、はい、これにじゃあどうやって通してどういう風に自分はできるやろうなとか、はい、自分の遊び方にはここにこれつけた方がいいなとかを想像しながら使えるっていうザックですね、はい。重心は結構上でこうショーザックなんで、あ、そうですね、はい、多分使われてる荷とかに、はい、近いかもしれないですね。もうこれでもいいですね。僕いつもこうやって使うこと多いんですけど、あ、ほんますか、はい、こう開けるときにこれをパチってやって、毎回こうねパチってやるのもちょっと億劫だなって人はこれでも OK です。約40リットルか、まあ工夫したらそれぐらい全然入れられると思います。ね、ください。エアマのザック横で淡々と片付けてんのめちゃくちゃおもろいお仕事中でもうこの、ね、大きいのはすごい珍しいですね。本当にメッシュ結構大きいですよね、うん。で、まあ、これで例えば物いっぱい入れた時に、うん、ちょっと岩場とか行くしとか、こうはしご登るから物落ちるの嫌だなって人は、ここでこう絞り入れてあげれば、ああ、なるほどね、メッシュのここ絞れるんで、ああ、パチッとこう、ああ、なるほどですね、押さえることもできます。これでかな。じゃあもう円安でむずいですね。なかなかむずいですか。円はかなりこう仕入れ値もね高騰してるんで。あ、ほんまですか。はい、レアですよ。レアですか。ちょっと考えます。はい、より普段着とかもちょっと履けそうな感じのマットな質感のズボンですね。あ、はいはいはい、
あ、でも意外とこれ薄いと思ったら分厚かったんですよ。そう、おらーりーこれね地肌に置くといいですよね。地肌に置くとめっちゃいいですね。包まれてる紅白パンツですか。ではない、そこまではちょっと気持ち大きいかなっていう気がしますね。ちょっとこれは、あ、色がめっちゃ好きなんですけどね。